どうもマフィア梶田です。なんと今回はグッドスマイルカンパニーさんからの提供でハルモニアブルームプリテンダーオベロンを紹介していきたいと思います。さあ皆さん、待ちに待ったオベロン初のドール化でございます。そしてハルモニアブルームというね、グッドカンパニー初の本格ドールブランドから今回は発売されるということで、私マフィア梶田 FGO 公式 MC やらせてもらってますけれども、まあ、オベロンの、ね、誕生にも関わらせていただいたということで、今回こうやってありがたいお話をいただくことになりました。そしてゲストもいらっしゃっております。なんとオベロンキャラクターデザイン原案の海野千佳先生です。海野先生、よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。海野千佳です。あれ、海野さん普段のクマの体じゃないんですねって皆さん思いかと思うんですよ。今回は、ね、こちらのメルシーちゃん、ホテルカシオペアというチャンネルから出張してきてくださって、海野さんのアバターとして今回は出演してくださるということで、ありがとうございます。よろしくお願いします。今回グッドスマイルカンパニーさんの方にもがっつり協力いただきまして、こちら紹介していこうと思ってますんで、特別ゲストお越しいただいております。こちらへどうぞ。はい、皆さんこんにちは。グッドスマイルカンパニーのハルモニアブルームの企画を担当しておりますチホピーです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。チホピーさんはこちらの企画担当。はい、はい、そうです。ハルモニアブルームの、ブランドの立ち上げから、はい、ブランドの立ち上げから、はい、はい、そうなんです。今回ねこうやって見てくださる方の中にもドールとかの界隈に全く詳しくないっていう方結構いると思うんですよ。はい、せっかくなんで、そのハルモニアブルームというものが一体どんなものなのか説明していただいてもよろしいですか。はい、はい、ハルモニアブルームは、グッドスマイルカンパニー初の本格ドールブランドとして展開しております。でこちらはですね、メイクが手書きのメイクになっていて、目はグラスアイを使用した本格ドールでありながらも、フィギュアメーカーとしての技術を生かして稼働しやすかったり扱いやすいボディを開発して使っています。なのであのドールとフィギュアのいいとこどりをしたスペシャルなドールではないかと思っております。なるほど、まあ、ドールとフィギュアの間ってことは、ドールに造形の深くないアニメファンとかでもフィギュアの感覚で手を出せるライン、はいはい、そうですね、っていうことですよね。はい、あの実際に手に取ってお出かけしやすいサイズだったりとか、うん、そういったところもかなりこだわって作らせていただきました。あ、手に抱いてお出かけするのにも向いてる。はい、うん、さらにあの、このハルモニアブルームの原型を担当してくださっている方が、フィギュア原型師として名を馳せる、植物少女園の岩永桜子さんが担当してくださっていて、はい、フィギュア的な良さもありつつドール的な魅力も詰め込んだブランドとして展開中です。なるほど。そして今回は、まあ、FGO からオベロン、はい、しかもオベロンの、まあ、ドール化自体がこれが初めてになると思うんですよね、はい、公式商品では、はい、まあ、その辺やっぱり扱う上でプレッシャーもあったんじゃないかなと思うんですけれども、はい、企画の立ち上がりとしてなぜオベロンがチョイスされたんでしょうね。はい、はい、うん、実はハルモニアブルームの始まりに遡るのですが、始まりに遡る、はい、実はですね、ハルモニアブルームの最初に出た女の子のお人形がですね、海野千佳先生が原作の、おやおやおや、はちみつとクローバーの花本はぐみちゃんから始まりまして。なるほど、はい、まさかハルモニアブルーム自体の最初が海野先生関わってた、はい、そうなんです。運命的ですね。運命的なんです。え、どうですか今の伺って。海野先生、フェイトって感じがします。確かに、はい、フェイトって感じですね、はい、うん、値段の面でも今回思ったのがこちら49,800円なんですよね。はい、はい、安いですよね。オベロンさん、あの皆さんに愛されていますので。そうなんですよね、はい、たくさんの方にお迎えしていただきたいと思いまして、グッズとして手が出るラインにしないと、はい、やっぱもともとドール好きな方とは別に FGO からハルモニアブルームに入る人もいるわけだから、うん、はい、そう考えるとかなりありがたい値段設定だと思いますし、ね、ありがとうございます、うん、でこちらがですね、うん、ハルモニアブルームの、うん、まあ、今回そのオベロンさんにさせていただいたのが、うん、今回あの男の子のボディになるんですけど、うん、男の子のヘッドとボディを使った最初 の、 あのキャラクタードールとして、うん、どの子にしようかなという
感じで考えた時にハグちゃんから始まったからまた同じ海の先生が生み出したことを一緒踏み出せたらなと思って、なるほど、今回あのドール雑誌の編集長さんにちょっとお声掛けもさせていただいて、はい、かなり気合の入った展開してますよね、発売に際して。 ありがとうございます、まあ、その辺もね触れていこうと思うんですけれども、まず第一サイリン、こちらが、いわゆる公式で売られるものですもんね。はい、こちらが受注生産、はい、グッドスマイルオンラインショップ限定の、うんうん、はい、お人形第一サイリンになります。まあ、そのオベロンを取り扱うって決めた時にやっぱり衣装とか羽とか、はい、様々な小物も含め多分もともと原作のあるものじゃないですか、はい、それをリスペクトしつつハルモニアの形に落とし込むっていうところのバランス調整、はい、まあ、極めて難しいとは思うんですよね。で、海野先生最初、はい、このハルモニア第一印象どうでした、完成されたの見て。ハルモニアさんの可愛いところが、うん、お口が小さくて、うん、お目目が大きくて、うんうん、足がちっちゃいところがまた可愛いと思っていたんですけれど、うん、オベロンさんの特徴で口がにまっと笑っているのはできるのでしょうかみたいに、お伺いしたところ、このようなお口にしていただけて元のイラストにとても近くなったのですごく嬉しかったです。あと、とても可愛いなと思って、うん、見ております。ありがとうございます。なるほどなるほど、はい、口の形とかって、はい、そのハルモニアのドールって、はい、基本的にはそのこれがハルモニアの顔ってのあるわけじゃないですか。はい、そうですね。今回オベロンに合わせて調整してくださった。いえ、原型自体はいじってはいないんですけども、うん、ここがやっぱりハルモニアチームの腕の見せ所といいますか、うん、はい、メイクを担当してくださった千野翔子さんという、メイクデザイナーさんがいらっしゃるんですけど、今回のヘッドの形を生かして、結構その元のヘッドは口がちょっと下向いてるような短い口なんですけど、 それを下唇として表現して、あえてその唇の造形から外したところにもっと大きく口を描いていただいて、下唇として表現することでよりこう立体的に、本来のパーツを削ったりすることではなく、はい、メイクで印象を変えた、はい、いや職人技ですね、はい、メイクも3種類ほど、試しで描いてみて、それを先生に見ていただきました、気づきました海野先生、口のメイクのあのテク、すごい可愛くて、可愛いのにえへんっていう感じが、本当にオベロンさんだなと思ってすごく嬉しかったです。まあ、原作者も大納得のメイクということなんですけれども、はいはい、そしてねやっぱり衣装ですよ。こちら衣装に関してはまた専門の方が、はい、そうですね、こちらもハルモニアブルームで長らく一緒に、制作に携わってくださってる、バニラテのリコさんという方にお願いをしまして、はい、そのリコさんがですねものすごくオベロンさんをすごい愛してる方で、より嬉しいです。このよりこう解像度が高いといいますか、一緒にこうお洋服を作り上げる段階できっとオベロンはこうだからこうした方がいいっていうようなところを、ああもうガンガンこうだと思うって解釈を入れてきてくれた。そうですね、はい、ちょっとそういったところも相談しながら進めていったというところで、王子様ですので、ベストはきっと上質で温かいだろうというところで、着物の生地を使ってみたりとか、そういうことなんだ、はい、なるほど、さらに刺繍もちゃんとデータをちょっと起こして作らせていただいたりとか、いや大事ですね、やっぱ着てた時にあったかいかどうかとかそこまでやっぱり考えないと解像度って高まらないじゃないですか、でそんなね功労者のリコさん実はいらっしゃっております。こんにちは。どうですか今のお話伺って、オベロン元から愛してくださっている。はい、そうです、もともと FGO をずっとやっていて、あらオベロン登場した瞬間からもう実装はいつなんだとずっと待ちながら衣装をクリアしていったって感じで、ツボだったんですね、オベロンが。どうですか、やっぱ実際に衣装を手掛けられてその難しかったですか、それとも自分の持っているイメージのオベロンがやっぱり好きだとあるわけじゃないですか、はい、それを盛り込めたい感じはします。そうですね、
やっぱり量産でできることの上限ということがあるじゃないですか、うんうん、そこを考えつつけれどオベロンだったら何を着るかどういうふうに動くかとかを考えて、うん、その間を取ってここまでだったら量産でも再現できるというところまで一応引き上げて。プロですね。限られた予算内でオベロンが何を着るか。そうです。なるほど。素晴らしい。まあ、そんな感じでさまざまな職人技が結集した結果がこちらのオベロンなんですけれども、さっきおっしゃっていた雑誌の方の企画も実はあって、はい、ちょっとねそちらもね特別ゲストにお越しいただいておりますので呼び込んでいきたいと思います。さあというわけでオベロンが春の装いから秋の装いへ、こちら第2祭輪のオベロンとなっておりますが、ここでまた特別なゲスト、ドリーバードの編集長である鈴木さんにお越しいただいております。どうぞ。こんにちは、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあそれではお座りください、はい。鈴木編集長は、はい、まあ、こちらドリーバードで、はい、このオベロンの特集を担当してくださったんですよね。はい、そうなんです、こちらの今回ハルモニアブルームでオベロンがドールになると最初に聞いた時、はい、企画同時に進行したんですか。そうなんです、もう最初にシホピーからお話を伺って、はい、うんうん、もう即座にその場でもうやりましょうということで、うん、はい、もうすぐに。しかもまあ奇遇というか都合のいいことにね、鈴木編集長も海の地下先生と親交があるから、はい、そうなんです、もう20年以上の話が、ね、20年来の知り合いなんでトントン拍子に、はい、そうなんです、そうなんです、はい、わしか先生はい、ここからメルシーちゃんは千佳先生本人が操作します。よろしくお願いします。さあということでね、こちら話を伺っていきたいんですけれども、はい、公式で販売される第一サインに比べて、まあ、第二はやっぱり紙面上での受注になるわけじゃないですか、はい、で今回オベロン商品化するにあたって欲張りにもまあ2つの衣装同時にやっちゃおうぜって。そうなんです、うん、もうね、なかなかないですよね。そうなんです、うん、もうオベロンは、うん、そもそもね2つのそのスタイルがあって、うんうん、まあ、千佳先生からもねいろんなデッサンの頃からも拝見していまして、うん、どっちの服が好きみたいな話をずっとしていたんですけれども、うんうんうん、まあ、シホピーさんからも2パターンやるので、うん、どちらかドリバドにしませんかというお話をいただきまして、じゃあうちは代理の方お願いします。どっちも可愛いから、はい、そうですよね。だから最初にもしどっちかしか選べないってなったら、うん、まあ、どっちで商品出すべきかっても考えたと思うんですけれども、うんうん、やっぱり第一が一番最優先の候補だったんですか。そうですね、あのオベロンさんドールになった時どんな風になるのかなって考えた時に、うんうん、あの第一サイリンのお衣装がすごく、うん、ドールさんとすごいしっくり相性があるなと思いつつ、うんうん、はい、ただでもやっぱ第2も捨てがたいというか、はい、賞味ユーザー人気だいぶ高いそうですよね、すごい、あの弊社のあのネンドロイドも第2サイリンで出させていただきまして、第2が結構 FGO 公式ではあの出てきやすいというか、うんうん、まあ、なんか第2サイリンを主にメインに使うような想定になってるらしいんですよ、はい、だから、まあ、オベロもこの姿の印象だいぶ強いとは思うんですけれども、まあ、人気の理由としてあの衣装が白系で統一されている、うんうん、で絵に描く時もその二次創作する際にちょっと描きやすかったりとか、うん、特徴を出しやすいっていうところがやっぱりこの人気につながってるって面もあるって聞いてるんですね、うん、で今回やっぱ衣装もドール用に着てるってなるとただ白で統一してってわけでいかないじゃないですか、はい、でそのこの辺もやっぱりリコさんが頑張ってくださったそうですね、オベロンさんをよくご理解いただいているというところでたくさんお知恵をいただきまして、うんうんうん、あのプリントもパッと見白なんですけど、うんうん、こちらも白はやっぱ200色あるので、ですよね、はい、だからいくつか単純な白じゃないですよね、はい、白を何個か出させていただいて、うんうん、それをあのリコさんとうんうん言いながら、うん、この色がいいのではというふうに決めていただいて、そうだと思ったんですよ、はい、あの人なら多分白の色にもこだわるだろうなどの白にするかっていうの、うん、まあ、第一もそうなんですけど蝶々の羽とか虫の羽になっちゃう、いやなりすぎちゃうと可愛いところから若干のその生理的なあの苦手意識が湧いてきちゃう人もいると思うんですよね、うん、その辺のバランスの取り方ですけれども、うん、まあ、例えばこの第二の衣装もだいぶほら、
まあ、いわゆる画をベースにはしているけれども、はい、ドールとして、まあ、美しく可愛く見える範囲になんとかこう、うんうん、トーンダウンというか虫っぽくなりすぎないようにの工夫もうまくいってると思うんですよね。ありがとうございます。あの羽の色も、うん、あの6色ぐらい、うん、あの作らせていただいて、うん、そこからあの先生に選んでいただきました、うん、はい、とっても可愛い羽にしていただきました、うん、この生地もですね、うん、なのでどういう生地がいいかっていうところを、うん、あの一緒にリコさんと探しに行ったんですけど、なかなか見つからなくてぴったりなものが、ふとあの、うん、ぬいぐるみ屋さんに入って、うんうん、そこであの見つけたハムスターがかぶってた帽子の生地がぴったりだった。ハムスターの帽子はい、で はい、その生地がいいっていうので、その生地というかすごいところから見つかりますね、はい、お迎えして、この似た生地はどこかというので中国工場と一緒に探しました。よく気づきましたね。このハムスターの帽子がぴったりだなんて想像もつかないですけどその瞬間がその時私たちもびっくりしました、はい、いや運命的ですね。でも、うん、しっかりイメージ通りのものに出会えるっていうのは、うん、でまあ紙面の方の特集だと、はい、作例が載ってるんですよね。でさっきはちらちら、まあ、こちらもねお見せしてますけれども、はい、こちらの羽が、まあ、実はこれが作例の一つで、これ刺繍なんですよね、はい、全部だから本来のドールに付属してるのとはまた違って、はい、まあ、羽を一から作ってこだわるんだったらこうしてみるといいよっていう例がこちら。そうなんです、うん、ドリバードはちょっと、うん、ドールと手芸のいろんなテクニックも盛り込んだ紙面をこう展開しているので、まあ、今回はこちらがオフフープ刺繍っていうですね、そのピエニシーニ先生という方が提案している新しい技法の刺繍なんですけれども、そちらがいわゆる刺繍ってこう枠の中でこう布にこうチクチク刺しているのが普通の刺繍なんですけれども、これはフェルトに直接蝶々の羽とかそういう柄を刺繍していくというもので、立体的にこう完成品ができるよという刺繍の技法をご紹介しております。ただぶっちゃけこれはまあ当然なんか売れるものではないですこの作業量そうなんですそれこの羽ついてたらすげえけど、これはやっぱ作らないと、はい、そうなんです、うん、これは皆さんに作っていただきたいなと。いやだってどんだけかかったんですかこのピエニシーニ先生も、まあ、今までいろんな作品作っていらしたんですけれども、もう過去一大きくて、いやいや何回刺しても終わらない先生ありがとうございます。いや本当にね、皆さんの熱意で実現した企画でもありますけれども、はい、これ真似できますこれ作例にしたやつこれがただ読者さんの方で、うん、トライするよって言って本を読んだ方が挑戦する人いる、はい、挑戦するって言っていらっしゃる方もいるので、お金かかんだろう年とかかかんじゃないかいやでも本当に奥深い世界ですよね。そうなんです、うん、でもチクチクするのが、うん、まあ、楽しい、本当に推しを思ってチクチクする時間が楽しい、うんうん、完成させて実際にオベロンに背負わせた時の感動たるやんですよね。オベロンさんが届くまで思い続けながら、うん、ちょっと事実先週の思いで一張り一張り愛情が重すぎる。もともとハリボテの羽を背負ってるっていう設定なので、うん、絨毯みたいなイメージだったので、うん、あのどちらもフロッキー格好をしていただいたり、うん、ドリバードさんの市場では刺繍になったり、うん、あのものすごく両方可愛かったです、うん、ありがとうございます、まあ、せっかくなんでね、あの先ほどお見せした市販の羽もこのようになってまして、もう、はい、手触りからして気持ちいいありがとうございます。これですよ、これが売ってるものについてんだからたまんないですよね、まあ、綺麗に保存しておきたいですね、うん、こちらの羽はあの、うん、ハルモニアブルマ、首が取れるんですけど、うん、なのでその特性を生かして首を外して食べていただくということで、ね、自然にマントから羽がちゃんとふわっと広がるように、うん、はい、作らせていただきました。しかもハルモニアは互換性がありますもんね、多分他のモデルも。そうですね、うん、着せようと思ったら羽つけたじゃん首が外れるものであれば、はい、いや可愛らしいですよね。で、はい、さらに、まあ、紙面特集の気合の入り方が半端じゃなくてですね、ちょっとこの後あの最後の目玉行ってみたいと思います。さあということで皆さんお待たせしました、第三サイリン、こちらはですね販売されておりません
こちら完全に作例となっております。そうなんです。そうなんですよね。そうなんです。こちらなんですが、つまりもうメイクも衣装もウィッグも何もかも全部、はい、自分の力で頑張れば作れるよというでございます。自分の力でハルモニアを頑張れば作れるよって、はい、リコー先生が自力再臨っておっしゃってて、いい言葉だなって思いました。いやどれだけの人がそれをできるんですか。自力召喚だ。まあこのようにね、もう本当にどうやって作るのかと説明は丁寧にもう全部徹底して、はい、うん、実際に第1、第2サイリンを担当してくださった皆様に、うんうん、第3サイリンを召喚していただきました。あ、はい、こちら第3サイリンのメイクイメージって海野さんから提案した。最初にまだ第1、うん、第2のヘッドのメイクの状態をこう写真に撮っていただいて、うん、その上にこう画像で、はい、メイクのイメージを監修した。眉毛の形と、うん、口の形のような部分を、立体ではないんですけれど絵だとこんな感じですっていうのを送らせていただきました。はー、すごいな。もうハルモニアさんも、うん、ドリーバードさんも長いお付き合いなので、うんうん、できたことだとでしょう、ね、ありがたいです。これなかなかここの関係性があって実現した企画でもありますよね。そうですね、なかなか、ね、うん、気軽には羽のこれ何で作ったんですか。ですこちらがですね、この針金細工で昆虫を作っていらっしゃる虫色さんという作家さんでして、周りに並んでるオブジェ。そうなんです、ね、この辺りのオブジェを普段作られていらっしゃる方に、今回こういう特集がありまして、うん、このオベロン風の羽を作っていただけませんかというのでお願いをいたしまして。見事な再現度じゃないですか。そうなんです。こちらの衣装は、うん、第一代にも作っていただいたバニラデリコ先生に、はいはい、衣装の作り方を全部。リコ先生3着もすごいな。このブラウスが本当に素晴らしかったんです。確かにこれは素晴らしい。素材が、うん、もうハンカチに使うような薄い綿ローンを使っていただき、うん、ちょっとお肌が透けるほど薄い布で、うんうん、どれだけ寄ってみてもあここ甘いなってところがないんですよね。一つ一つの毛羽立ちまで気にして毛羽立たせているでしょうこれ。素晴らしい。自力召喚頑張っていただきたい、うん、でね、やっぱオベロン知ってる人は見ると思うんですけど足、はい、第三の足ってがっつり変わるんですよね。そうなんです。こちらの、はい、手足も、うん、原型を作っていらっしゃった岩永桜子さん、はいはい、作っていただきまして、これ作り方ちょっと紹介していただけませんか、うん、したらいいよって手軽こうちょんちょんちょんと簡単にできますからって写真を切るわけねえだろ写真を送っていただいたんですけれども、本当に材料はすごくシンプルで、はい、ファンドという粘土を使って、なるほどなるほど、こねこねっとやって粘土を盛り付けて、はい、ミトンのような形にしてから削り出してんじゃねえかいや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 これはドール作れる人が全員持ってるスキルなんですか。これはちょっとホビージャパンの編集の人たちもさすがにだよな、意見にしようと思ったんですけれども、さすがにだよこれは。そうですね、こいつポキッと折れやすいのでそこだけご注意いただければ。そりゃすごいよ、はい、でもこんなんね作例として見せちゃったら、じゃあこれも売ってくれよって多分もう死ぬほど言われると思うんですけど、無理だと思いますよ風見すぎでしょ。まあ商品がする際にはちょっとデチューンするのもできなくはないかもしれないですけれどもね、はい、第1第2のオベロンさんがすごい反響があったら、うん、はい、あるかもしれないですね。ほっといても売れるってそう、大事なとこ忘れてた。これゲームに実装されて衣装とちゃうわ。そう、よくのいや、よくのじゃない、見たらわかるよ。あれって今あれ、そうなんです、違うなこれって。そうなんです、商品化もできないですし、そもそも立体化してもいいですかっていうのをですね、半家元様にこうご相談する際に、はい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 、まあ、全てねきちんとその公式の通りに作りたい気持ちは山々なんですけれども、そうすると細かい段階の監修がチェックが入っちゃう。あれは羽もちょっと何ともちょっといろいろちょっとというような事情もありまして、まあ、これがですね原案となっているんですが、黄昏の王国、はい、こちらの、まあ、デザイン画から作り起こしっていう形でどうでしょうかというふうに、まあ、ご相談しましたところ、まあ、それなら、まあ、
関係元さんも OK ですよということでご許可をいただきまして、パイプルームだからこそですね、はい、まあ、そうですね、あそこがもう二次創作の守護者だからこそですね、はいはい、もう懐の広いご対応をいただきまして、うんうん、うん、ね、まあ、それであれば、まあ、海野先生が OK だったら何でもいいよというようなご許可をいただいて、ずいぶんと勉強になったそうですね、はい、ありがとうございます。そのデザイン元がこちらに、はい、そうなんです、ちゃんと載っているというね、はい、16時ペンでこちらのイラストを元にした衣装というので、いや、はい、リコさんに作ってレアだよ、それはまたレアですよ立体物にまだなってないですもんね、そうですね、うん、はい、今初公開ですね、そうなるとこの衣装が立体物になってるのは、はい、なるほどね、でもよくそのものピタリなものをチョイスできました、ドールには確かにこれが一番ハマってますね、そうですね、うん、もうこのブラウス自体が本当に女の子のお人形に着せてもとても可愛らしいデザインと、うんうんうん、あとパンツはすごくこうすっきりしたスキニーなフィットのパンツなので、まあ、男の子ボディのこう型紙としてすごくこう使いやすいかなというので、なるほどね、はい、ブランカさん、はい、第2サイリンのこのジオラマのねサイドにちゃんと配置されてたこのブランカなんですが、はい、これもね作り下ろし、そうなんです、作ってね、まあ、という、はい、作例が載ってるんですよね、はい、こちら羊毛刺繍という羊毛、うん、ウールをチク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 、こちらも一針ずつ刺していただいて、羊毛フェルトの、はい、そうですね、これ材料で、はい、ブランカを作ろうという気の利いた企画まで用意されておりま す、はい、こちらバグズファクトリーさんという方が作ってくださいました、すごいな、まあ、なんていうか本当に紙面特集見てもあオベロン好きでオベロンに詳しいオベロンに熱意持っている人たちが作ってくれてんだろうなっていう面しか見えてこないそうですね、うん、ブランカもちゃんと添えるっていうのはやっぱり分かってないとやらないですから、本当に嬉しかったです、これはね FGO ファンももしかしたら必見かもしれないです、そうですね、ここまでなかなか熱意を持って挑んでる本なかなかないと思いますんでね、うん、さあということでグッスマさんと、まあ、ドリーバードさんの奇跡のタッグ、そしてさらにそこに原作者も取り入れるというお手破りの反則技を使い実現したこちらの企画ですけれども、まあ、最後にねちょっと情報を改めてまとめさせてもらいたいと思いますが、こちら受注現在受付中、期限はいつまででございますか？2月ですね、はい、14日、はい、2月の14日バレンタインですね、バレンタインが締め切りでございます、はい、紙面も、はい、サイトの方も両方、はい、第1も第2もどちらも、なるほどなるほど、2月の14日お忘れなく、そしてお値段は先ほども紹介しましたように 49,800 円となっております。第1サイリン、うん、第2サイリンのオベロさんお迎えいただいた方にはなんと海野千佳先生の直筆の商売上手ですね、はい、これついてきちゃうんですか、複製色紙がついてきます、あ本当に、はい、こちらもちょっとこちらお値段に含まれているということになりますね、なるこちらに追加でお値段はかからない、はい、かからずにただでもらえちゃう、はい、あら最後にちょっとねじ込ましてくださいすごいわ、なので皆さんぜひぜひ、受注毎回ねあのギリギリまで告知しても忘れる人いますけれども、俺の動画を見て忘れたなんて絶対言わせねえからな必ず欲しい人は2月14日までに受注生産申し込むように、はい、で気合い入った人は作例を参考に自分なりのオベロンへの愛を見せてはいかがでしょうか、はい、ということでマフィアカジノの YouTube チャンネル登録とグッドボタンをいつもありがとうございます、また次回の配信でお会いしましょう、バイバイ。チャンネル登録とグッドボタンをお願いします。